だこれを、ギャルさんはご存知ですね、この台は。そう、その場にいたので、はい。めちゃくちゃ面白かったな、あの時も。いや、と。なんだろう。小木さんも面白かった。全然、もう、今僕はだいぶ飲まれてました。はい、だいぶ飲まれてました。はい、ちょっと。はい、読みます。はい。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。はい、お考えください。めっちゃ盛り上がりました。本当にありがたいです。盛り上がってくれて。みんな面白がってくれて、この題を。はい、ではラスコ行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。1位、ファ、2文字あるので。唯一そうだな。唯一そうですね。いいですね。リセット。じゃあ、ダブリンさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。第一巡選択希望選手。読売ジャイアンツ。大谷翔平。急に。そこでも選ばれるか。ドレミでも。ドレミでも、関係、やっぱ。日ハムしか示してないけどな。本当のプロ野球は。すごいな。メジャー行くって言ってたからね、大谷はね。はい、行きましょう、リセット。はい、くすまさん行きましょう。はい。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。バカな監督が選択希望ド選手、ドリル。どんなドレミの歌が作られていくんでしょう、これ。ですね、リセット。はい、白滝ボックスさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。7位と最後にエレナせいでめちゃくちゃ不人気に見える。いいですね。最後に、めっちゃ基準なのに。いいですね。セット。はい、ダブリンさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。第一巡選択希望選手。読売ジャイアンツ。翔平大谷。いやいや、この後あるんだろうな。早いって。まだ早いって。始めないリセット。はい、じゃあ、皆さん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。これ多分みんな多分被るだろうなと思って避けたと思うんですけど、なんか、結果的に、レが指名漏れしてしまった。確かにレか。レ、まあ、確かに、そうは絶対呼ばれるだろうな。ダブリンさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。よくよく考えたらそりゃそうだった。みんなを取ったチームが優勝した。確かに選択希望みんなわーなるよな。いいですね。リセット。はい、アルドさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。5球団指名できず終了します。7問しかないという。足りなかった、12球団。リセット。はい、下滝ボックスさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。ミニ三笘薫を選んで、ドレミではマジで何の役にも立たなかった。ミは三笘のミ。いいですね。リセット。はい、くすまさん行きましょう。はい。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。選択希望選手。レシャープ。あー、シャープ、あったー邪魔してたんで。取ってなかったのがある。いいですね。リセット。ダブリンさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。監督がくじを引いて、で、当たり引いて、口に加えたハーモニカがファー盛り上がるなぁ。なんで口に加えてるの。いいですね。リセット。想像したら面白くなっちゃった。一番いいスーツ着て、一番いいハーモニカ加えてきてるんでしょ。どうか。そのドラフト会議。いろいろありますからね。
モンノレ。では行きましょう、アルトさん。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。88鍵盤から選ぶので、どのドかわからなくなる。いや、もうやるね。オクターブ下？オクターブ下なの？って言いますよ、ね。いいですね。リセット。はい、ラスコ行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。さあ、歌いましょうを2位で示して、南ジェでめちゃくちゃ叩かれた。なんであれ取るんだよ。4位で取れるだろう、みたいな。いいですね。リセット。なんだろう。あ、みんな歌えない。みんな音をなくしてしまった。はい、ダブリングさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。ちょっとあの死で競り合ったって、あの負けちゃったんですけど、あのその日の新聞の一面で。幸せをつかめずって縁起が悪すぎる。うまいこと言いたがるからな。ですね、じゃあ今、回答ある方、挙手ボタン。あ、いいですね。4人上がってますね。あ、5人。はい、行きましょう。じゃあ、アルトさん。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。ドミソとかレファラーって和音で取り出す。ごそっといくな。いいっすね。で、リセットじゃないわ。あれか。ニアさん、行きましょう。はい。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。大阪桐蔭。ソって出身そうなんだ。大阪桐蔭か。いいとこ出てんな。エリートじゃん。めちゃくちゃ熱い。ソ、エリートじゃん。先輩に浅村がいるんだ。いいな。じゃあ、で、ラスコ行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。ファイトのファを獲得した理由が、あの、ベンチの声出し担当。聞いてほしいな。いや、いい。じゃあ、続いて、白滝ボックスさん行きましょう。はい。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。ほら、やっぱドーナツ強かったじゃないですか。なんで真っ先に土井善晴選択したんですか。一巡目で土井善晴行ったよな。美味しい和食が食べたかったな。単独指名できたんだろうな。で、最後、ダブリングさん行きましょう。ドレミの歌のドラフト会議で起こること。死なんですけど、あの第一巡選択希望選手。読売ジャイアンツ大谷翔平。うるせえな。異名で飛んだ。異名で飛んだ。これいや分かるでしょうじゃねえんだ。うるせえな。はい、というわけで、以上です。お疲れ様でした。楽しい。これ一生できる気がする。これあれですね、あの選択希望どうとかで遊んでも面白い。土井善晴とか、どうだろう。どうだけでめちゃくちゃいけますからね。このお題結構無限に探せるやつなんで。ではちょっと振り返っていきましょうか。ダブリングさんはもう、口に加えたハーモニカ以外は振り返りません。はい。みんなを取ったチーム優勝も良かったか。これをか。あ、確かに。ちょっと引き返せなくなっちゃったけど。翔平大谷に挟んでしまったがために。戻ってこれ大谷の株式。早すぎて、めちゃくちゃおもろかったな。ぶっ壊した。戻れなくなっちゃったの。硬くなり。1分で2回目出してるから。早いってでも。強すぎるよ。1分で2回大谷翔平は強すぎるな。アルトさんのこの5球団指名できず終了っていうのはいいですね。いい着眼点ですね。ドリミソラシド。あとドリミソラシで7音。5球団。12球団中5球団指名できないっていう。めっちゃいいな。これめちゃめちゃいいですね。こういう、賢っって思いますよね。
でもあれだな、口に聞こえたハーモニカファーンってなるのおもろいな。いい大人が、ガン首揃えてハーモニカつけて。ファーン。ファーン。喜んでますから。いいなぁ。会場楽しそう。楽しそう。うるさそう、そして。いいなぁ。いや、その、大阪桐蔭、そって出身そうなんだ。めちゃくちゃいいですね。面白い。めちゃくちゃいいバッターなんだろうな。先輩も後輩も、めちゃくちゃいいの揃ってるから。監督がベビースターラーメン食ってるのを言ってるんだろうな。高校野球詳しい人だけは笑ってください。はい。じゃあ、こちらのお題の MVP は、イメイキさんに決めていきましょうか。悩む。それは一番取れたら嬉しいのは大谷翔平なんですけど。そうなんだよ。これ悩むなぁ。いや、これはね、本当に悩む。じわりじわりとね、いや、どれだ？いやあ、ダブリングさんの、翔平大谷で、こっちでお願いします。お前お題関係ねえよ。まあ、C で翔平大谷。C は翔平大谷。C は翔平大谷。これ本当だ。確かにそうだ。最強だな。翔平大谷。じゃあこれか。ではね、それは取るよなっていう。翔平だな。大谷翔平って書いた後にやばい、お題に沿ってないって思って。お題に沿わせたら早って思う。まずすぐに2回出てきちゃう。ああ、おもろ。だとしたら最後の史上最強の基本人も別にいらないからこれ。何なんだよこれ。言わなくていいだろ。というわけでダブリングさんの翔平大谷です。ありがとうございます。いやあ、もちろん。結局な、大谷翔平だよな。ではごめんなさい。続いて、ゲラが今っていただく方は、だ一周したでも。